こんばんは、チキンブローズアイドルの明かりみかんです。オレンジジュースを飲んだ後、ボリューム2、始めたいと思います。明かりみかんの YouTube 聞き流しラジオ。オレンジジュースを飲んだ後。オレンジジュース、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 じゃん。今回は、大阪に行きました。 夜行バスで行ったんですが、夜行バスって、あの途中で降りるパーキングエリアがワクワクしますよね。<laughs> 私は今回の遠征で、ね、東京に帰ったりしたので何回も夜行バスに乗ったんですけど、最初の1回しかパーキングに、エリアに降りた記憶がないです。<laughs> でも、なんかワクワクしました。そのパーキングエリアがすごく <laughs>。なんか 大阪に着いた初日はメンバーたちとね社長の大地さんと一緒に少しだけ大阪を回りました射的をしたり動物園に行ったりしましたあの射的ねあの射的私好きなんですよねちょっと <laughs> あの小さい頃ね射的をしたみたいな記憶があって射的というかまだ わな、輪ゴム鉄砲なんですけど、あの、なんか、ち、学童かのな,なんか催し物があってね、そこで、あの、輪投げ鉄砲みたいなコーナーがあって、や、やってみたら、ミルキーを落としましたね。そっからね、輪投輪投げじゃない <laughs>、輪ゴム鉄砲がね、楽しいなって思うようになりました。 それから見るたびにね、たまにやったりします。そこでね、あの、ボール投げもね、したんですけど、あっさちゃんと一緒にしたんですけどね。あの、あっさちゃんが、あら苦戦してたのが、ちょっと、あの、見たことない感じで可愛かったです、とっても。<laughs> いや、動画撮っとけばよかったな、本当にって感じです。あの、あっさちゃん投げるボールが、 跳ね返ってきてて。可愛かったです。<laughs> ルコちゃんはね、あの、ワワニ、ワニを、ワニを叩くゲームやってました。あの、それでね、なんか本日の最高得点を取ってました。ルコちゃん。上手だったワニを叩くゲーム。え、ワニだったっけなカリワニ、ワニだったと思う。ワニを叩くゲームやって。 真いちゃんはねマヨちゃんはあんまりゲームやんないのかもしんないけどあの唯一ね私があのやってくださいってお願いしてやってもらったゲームがあってね「あっち向いてほい」っていう <laughs> あの猫がね右左上下ど,どれを見るか当てるゲームなんですけど <laughs> 絶対あの機械のさじかけんだろうみたいな感じだけど可愛かったやってる姿 <laughs>。 それを見たいがためだけにやってもらいました <laughs> でその後ね動物園に行ったんですよ天王寺天王寺動物園合ってるかな天王寺天王寺じゃないよね天王寺動物園に行ってきたんですけどあの楽しかったねなんかメンバーとマサが動物園に行けるなんてね思わなかった <laughs> みんなそれぞれ見たい動物があって、朝ちゃんはもちろん、北極熊なんです。朝ちゃん北極熊好きなんで。白熊、北極熊。と、迷いちゃんは、か、本当はね、カワウソが見たいって言ってたんですけど、カワウソがね、いなかったから。あれ迷いちゃんなんだっけな。 ライオンだ。迷いちゃんライオンが見たいって言った。ライオンが見たいって言ってて、ロコちゃんはカバが見たいって言ってて、私はね、ゾウが見たいって言ってて、入ったんですよ、動物園に。<laughs> でも、そしたらね、ゾウはね、なんとゾウはいませんってめちゃくちゃ書かれてて、ゾウはね、ちょっとい,いな、いなかったんですけど、動物園。あの、北極馬とライオンと、 カバは見れました。あの、カバがすごかったんですよ、本当に。なんかカバ遠くにいて、ああ、これはもう見れないね、みたいな感じになってたら、なってて、でも根気よくね、みんなね、水槽を見つめて、<laughs> カバってあんなに大きいんだ、みたいな感じで。ってみんなで、ね、水槽を見つめてたら、カバが近づいてくれてね、ほんとびっくりしました。怖かったって、怖いぐらいって言ってた。 ね、こんなのが同じ世界にいるんだってぐらいねあのカバー大きかったですごいびっくりしましたライオンはねあんまり近くで見れなかったんですよねライオンはちょっと遠くにいてあのホッキョクグマはね子供赤ちゃん子供のホッキョクグマもいてね 朝ちゃんが一生懸命写真を撮ってました <laughs> あと動物の像をあの像像動動物の銅像を見るたびに迷いちゃんと写真を撮ってもらったんですけど <laughs> あのちっちゃい子たちがね銅像像のね銅像に乗ってて像はいなかったんですけど銅像があって銅像にねちっちゃい子たちが乗ってて。 社長がね迷いも乗れるんじゃないかみたいなって迷いちゃん銅像に乗せられてたんですけど <laughs> それを見てみんなでかわいいって言ってたらみんなも乗りだみたいなって4人で結局乗ったんですけどすごい恥ずかしかったです <laughs> あとライオンの銅像とね迷いちゃん撮ってました <laughs> 銅像を見るために写真を撮るっていう時間がありました そんな感じで動物園で、ね、すごく楽しかったです。また行きたいですね、動物園。本当はね、私、あの、池田さつ月山動物園っていうところでね、あの、ウォンバットをね、ウォンバットを見たいんですよ、とっても。でもちょっと、ね、今回は遠かったので、諦めました。でも、いつか遠征に行った時でもね、 ちょっと時間があったら行きたいなって思ってます。ウォンバットが見たい。ふ <laughs> ふそれで、あの、先週はね、名古屋に行ってきました。先週じゃないや、今週だ。今週、あ、待って、先々週大阪じゃなくて先週、もうなんか、わかんなくなっちゃった。あ <laughs> ってるあってる。あの、この放送されるのが11月7日なので、あの、先週ね、名古屋に行ってきましたね。ふふ。 あの、名古屋あ。美味しいものが食べられなかったんですよ。名古屋美味しいもの食べたかった。手羽先がね、私、もう遠征中何回手羽先って言ったか分かんないぐらい手羽先を言ってるんですけど。手羽先が食べたかったです。でもライブ楽しかったし、とっても名古屋。で、初めて名古屋に、急遽ね、行ったんですよ、名古屋に。急遽名古屋に行って。楽しかったですね。 もう行きも帰りも姫ごと絶対地さんあの事務所の先輩方と一緒にね行かせていただいたんですけど楽しかったです <laughs> あのねのね渋木むぐさんの生誕祭にも出演させていただいてとっても嬉しかったですねあのねさあのメンバーよくあの振りコピーしてるんで <laughs> ワンマンの時もね もうみんなで楽しんで楽しんでましたとっても <laughs> 私ね風邪をひいてしまったんですこの声で分かりますかねちょっと風邪をひいてしまって早く治したいですあの冬になると風邪をねなんかずっと冬の間ずっと風邪をひいてた時もあって もう顔、風邪ひいてんのがデフォルトになってた時期もありますね。何でしょうかね、冬。乾燥してんのかな、やっぱり。いつもタオル、濡れたタオルをぶら下げて歩かないといけないかもしれないです。<laughs> いや、でも私、薬が本当に飲みたくなくて。あの、小さい頃からね、薬をなんか飲ませられないで生きてきました。あの、 お父さんに薬はもう極力飲んじゃダメみたいな本当に薬を飲んだ記憶は全然ないんですよね、うん、風邪って薬効かないって言いますしねせいろがんとうっと勧誘とかなんかそういうそういうなんかね薬じゃない薬から薬じゃないけどなんかそういうのは飲んだことあります せいろがン飲むのはね結構得意でした。あの苦い、苦いのに。私結構ね、得意げに飲めましたよ、せいろが。<laughs> そんな感じで、あのラジオをなんかコーナーやりたいなと思ってるんですけど、何がいいかな。ラジオのコーナーといえばやっぱ、先週ね、試しにやってみたお便りと、あとなんか、お題を考えて喋る

どうしたら風邪をひかずに済むのかパッパかパッパパいは風邪をひいてしまったんですけどどうしたらね風邪をひかずに済むのかちょっと考えていこうと思います。あの風ねえもうひいてる人が言うには何の説得力もないんですけどね。 どうしたら風邪をひかずに済むのかね、分かったらこれから風邪をひかずに済むと思うんで、考えていきたいと思います。あの、風邪、風邪をひく、体調を崩すといえば、やっぱりあの、うーんと、やっぱり栄養バランスが取れた食事をね、取れてないっていうのが一つの原因だと思うんで、 あの昔やってたんですけど5食5食食べ物の食事の中に5食あるとねあの体にいいっていうのを聞いたんでね一時期やってたんですよ赤緑黄色茶色白とかなんか5食を揃えて食べてましたね食事の中に5食あることをちゃんと意識して食事してて まあ3日間ぐらいしか持たなかった記憶なんですけど <laughs> いや。そういうの大事だなって思いますね。5食の意識を最近してないね。なんか気持ち的にもね、なんか自分は健康な食事をとってるみたいな。気持ち的にもいいんですよ。5食の食事法みたいな。<laughs> あとなんだろう、水分不足かな。 水分をね、冬になると取りづらくなるじゃないですか。あの、乾燥、乾燥はするけどなんだろう。寒いから全然喉乾かないんですよね。やっぱ、水分を取るのは大事だなって思います。あの、目盛りが入った水筒とかいいなって思いますね。あの、1時間にこれぐらい飲むみたいに決めて、その目盛り通りに無理やりでもいいから水分を取る。 大事なって思いますいや海の近くとかに住んだら乾燥とかしないのかな全然どうなんですかねどう思いますか海の近くに住んだことがある人 <laughs> またはまたは海の近くに住んでる人どう思いますか <laughs> 乾燥しづらいですかやっぱりそんな感じで水分取るのと 栄養バランスは大事だなあと体を温めるいや冬に欲しくなるのがね一人用こたつっていうやつなんですよあったかそうだなと思ってなんか机のねこたつ欲しいなって思うんですけど冬しか使わないから場所を取りそうっていうデメリットがあって <laughs> 今一人用こたつの場所取りそうっちゃ取りそうなんですよ 悩んで、悩んじゃうんですよね、いつも。こたつ買いたいけど、冬しか使わないからなと思って。<laughs> あと私の家、いやあんまり寒くなんないんですよね。だからいいかなとか、いつも思っちゃう。クーラーとかも、クーラー暖房とかもあんまりつけずに過ごしちゃうんですよ、結局冬。やっぱ乾燥な気がするなぁ。 乾燥してるなーって時々感じますもん。<laughs> なんで本当に濡れたタオルをねぶら下げたりしていきたいと思います。<laughs> 真面目に考えちゃったちゃんと。ちゃんと真面目に考えちゃったらどうしたら風邪をひかないか。いや本当栄養バランスの5食はね、やったほうがいいって思います。モスバーガーとか。 ちゃんとなんか色ありますよね。ハンバー,あのハンバーガー普通のハンバーガーより。なんかモスバーガー食べてるとなんか健康な気分になります。<laughs> ピザとかってよく考えたら5色ありますもんね。チーズの白トマトの赤野菜の緑パン生地の茶色ああ一色ないあパプリカとかのった黄色。 ピザが一番健康にいいんじゃないかなそう思い始めました <laughs> では今週のオレンジジュースを飲んだ後終わりにしたいと思いますまた来週よかったら聞いてくださいチキンブローズアイドルの明かりみかんでしたバイバイおやすみいいい見てね